こちらまずは男子高校生から悩める質問が届いてます。新潟県軍くん、16歳男性、ありがとうございます。キャプテンこんばんは。こんばんは。僕は今高校1年生なんですが、今までの人生でキスをしたことがありません。周りの人は彼女もいて、キスぐらいしたことあるよと言ってるんですが、僕は彼女もできたことないし、キスもしたことないとなると普通じゃないのでしょうか。とても不安です。キャプテン教えてくださいっていうね。うん、これどうか。いや、普通じゃなくはないと思うよ。別に普通と解釈しても全くおかしくはないと思うし、まあ周りのね、友達とか周りのその、いや、キスぐらいしたことあるでしょって言ってる人たちも普通だし、このぐんくんも、いや俺まだ一回もしたことないです、彼女もいませんっていうのも変じゃないよね。うん、別に不安になることはないと思うし、その周りがもう済みだからといって、いやじゃあ自分もやべえ、早いとこちょっと済ましとかないとっていうのでもないし、うん、いつか突然訪れると思いますよ、そういうタイミングが。まずはその好きになる女性がきっと現れると思うし、で現れたら絶対キスしたいって思うと思うのね。うん、だからそこは全然おかしいのかな僕とか、それはないと思うよ。うん、不安にならないでほしいですね。うん、むしろあのいつかなっていう、ちょっとワクワクして待っててほしいですね。はい。で、まあオープニングからちょっとね、こういうお悩み来てましたけども、今日はちょっと皆さんのお悩み系をまとめて紹介しちゃいたいと思います。題して、皆さんのお悩み解決はできないけど聞くくらいはできますスペシャル。タクヤ木村プレゼント What's up SMAP What's up SMAP。 これ誰でもできんだろ。はい、あっという間に12月、コンサートツアーも残りわずか。もう今月はイブとクリスマスに大阪ですからね。皆さんぜひ会場にはシャレオツで来てください。お送りした曲はスマップでシャレオツでした。木村拓哉の What's up SMAP。 この番組はセブン&アイホールディングスの提供でお送りします。 What's up What's up What's up 拓哉木村 What's up SMAP。 東京 FM キーステーションに全国38局ネットでお送りしている木村拓哉の What's up SMAP。 今日は皆さんのお悩み解決はできないけど聞くくらいはできますスペシャル。まあ、これ誰でもできるんですけど、皆さんのお悩み、まあ、解決はねこの場ではきっとできないと思うんですけども、はい、こう受け取るというか紹介させていただいて、ひょっとしたら同じような悩みを抱えている人が、あ、私だけじゃなくて似たような人いるんだって思えてもらえたらいいかなと思う。はい、いろんなの来てますね。でもね、まず最初こちら、京都府45歳の女性、凛花のしっぽさん、ありがとうございます。こんばんは。キャプテンこんばんは。実は私ものすごく憂鬱なことがあるんです。近々親知らずを抜くことになってすごくへこんでます。子供の頃から虫歯もなく、今まで歯はクリーニング以外したことがなかったのに、下の親知らずの横の歯が虫歯になったので、親知らずを抜かなくては治療できないらしく、しかも横向きに生えてるから歯茎を切って歯を割って抜くと言われ、もう泣きたいくらいです。私は歯を抜くという行為が一番怖くて、歯を抜くくらいなら爪を剥がした方がマシだと思ってるほどなんです。もう全身麻酔でやってほしい。キャプテンは歯を抜いたことありますか？もしあったら怖くなかったですか？こんな臆病な私に一言お願いしますっていうね。すごいでしょ、いきなり。だって45歳、先輩ですからね。
先輩の女性から親知らずの相談ですよ。これ、うん、解決はできないけど受け取ることはできるっていうね。歯は、抜く。あ、僕それこそ親知らずは全部抜いてますよ。4本とも。うん。で、そのうちの1本は、リンカの尻尾と全く一緒で、横向きに生えてたから、歯茎をメスで切って、んで、なんか彫刻刀みたいなやつで、カン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 つって、歯を割って、何回か分けて、なんかこう、お医者さんが取ってましたね。うん。だから、なんだろう。割と衝撃もあったし、で一番奥だから作業がおっとろしく、もうびっくりするぐらい口開けてんですよ、割と長い間。それが一番しんどかったかな。うん。でもあのね、まあ確かに経験がないことで、今まで45年間その一度も経験してないことを今度しなきゃいけないっていう時は不安になるのはすごくわかるし、全身麻酔でやってほしいってすごくなんか気持ちわかるんですけど、でもその日だけですよ、うわって思うのは。うん、もう次の日、まあ多分抗生剤と、消炎剤、まあひょっとしたら痛み止めを処方されるかもしれないですけど、あと胃薬。うん、まあでもそれで本当全然問題ないと思います。で、虫歯が進行する方が僕は良くないと思うので、うん、全然あの抜いちゃった方がいいと思いますよ、マジで。ほんで、あの麻酔の注射あれね、ちょっとこれ試してみてください。ちょっと僕からおすすめがあるんで、あの歯医者さんに麻酔の注射をこうグッて歯茎に入れられるときめっさ痛いっていうイメージあると思うんですけど、歯医者さんに刺しますよっていうタイミングをちょっと教えてもらって、刺されるときに深呼吸でいう息を吸う方やってみて、ってすっごい痛みがね、あの軽減できるから、マジで。俺これはびっくりしたんですけど、ぜひぜひあのリンカの尻尾にもおすすめしたいと思いますね。うん。まあでもあの問題ないです、本当に。あの全然大丈夫だし、やった方がいいし、うん、あの虫歯が進行する方が良くないと思いますね、僕は。はい。続いてこんな悩み、大阪府マーコ45歳女性、ありがとうございます。キャプテンこんばんは。こんばんは。初めてお便りします。スマップの前にを目覚まし曲にして毎朝起きています。元気な時や気持ちが前に向いている時はとてもいいんですが、少しへこんでいる時はちょっと重く感じます。さすがに年を重ねてきたので、いつまでもへこんでいることなく必ず前を向ける時期が来るとは分かってるんですが、逆に分かってるからこそしんどい時はちょっとしんどがっていようかと思います。そんな時、いいんだよこのままで大丈夫というおすすめ目覚まし曲ってないですか？でもそんな曲だったらずっと寝ちゃうかも。でもゆるい目覚まし曲も欲しいので、キャプテンがいいと思う曲があれば教えてくださいっていう。なんすかね、音楽、まあ前にあのイントロいいですもんね、目覚ましにしたらきっとね。でもしんどい時にしんどがっていようかと思ってる人に、いいんだよこのままで大丈夫だよっていう曲、何がいいかな。まあ僕もあの現場に向かう車の中とかは必ず音つけて、割とこう自分を持っていくタイプではあるんですけど、目覚まし曲でしょ。笑っていいとものオープニング曲とかいいんじゃないですか。
本当に。あれ音源ないのかな。レコードのみです、ね、レコードで出てるんだ。笑っていいと思う。オープニング曲は割となんか、うん、あそこあれ結構ね詩いいんですよ。きっと明日はいいつもろうですからね。うん、だから結構目覚ましにしてはいい感じなんじゃないかなと思いますけど。でまあいや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 、それはちょっと目覚まし音にしづらいんでっていう場合は、まあ失敗さえもうめえじゃんっていうふうに言ってる、まあちょっと手前味噌ですけど、ワンチャンスとか、うん、直太郎も歌ってくんねえかな。したら俺直太郎の音源を目覚ましにしようかな。自分の曲で起きんのも気持ち悪いじゃん。うん、やっぱ目覚ましはでもハッピーな方がいいんじゃないですか。うん、まあ、さっきはねいきなりスタートが親知らずっていう内容だったので、続いては何でしょうか。こちらは神奈川県宇都前の、なんだこれ、15歳女性、ありがとうございます。キャプテンコンバキューン、うっぷす。私は今年受験生なんですが、キャプテンのワンチャンスが自分にとってすごく応援曲になっています。先日受験に関わるテストが終わり、採点がされ、返却されたんですが、あまりいい点数ではなく、今よりももっと内心が下がってしまうのではないかとすごく不安です。今のままでは偏差値も足りず、第一志望校は親にも諦めた方がいいと言われています。でも私は諦めたくないんです。どうしたら志望校に行けるように説得できますか、教えてください。まあ説得よりも何よりも自分に力をつけなきゃ、やっぱりそこはね、その説得してクリアできる話とはまたちょっと違うんじゃないかなって思うんですけど、きっとご両親が心配してるのは、だからその自分に見合った場所じゃないところに行った場合の自分の娘がもっともっと大変になるんじゃないかっていうことだとは思うんですけど、まあ言葉でだから説得するというよりかは、さっきね、あの力つけるのが一番いいんじゃないかなって言ったのは、その言葉じゃなくて行動で示すというか、うん、きっとその努力を理解してくれたら、うん、もうやるだけやってみろみたいなことにはなるんじゃないかな。だって諦めたくない本人がいるわけだし、うん、だからちょっと心配かけちゃうかもしれないけど、見ててっていうしかないんじゃないかな、ご両親には。うん、でまあそれを否定されちゃったら話終わっちゃうと思うんだけど、うん、そこでその本人うどまいもがこう心配かけちゃうかもしれないけど、ちょっと見ててっていうことに対して、いや見てらんねっていう答えは多分返ってこないと思うんだよね、きっと。あ、そうなんだっていう、もうやれるだけやってみろっていうことになってくれると思うんだけどな。うん、だからまずは本当に自分に力をつけて、それでからの言葉じゃないかなと思うけど、うん、まずは行動で示した方がいいんじゃねえかなと僕は思いますけどね。そして最後のお悩み、こちら奈良県まゆ48歳女性、ありがとうございます。キャプテンこんばんは。こんばんは。落ち込んでます。もういきなり落ち込んでます。仕事で大きなミスをしてしまいました。新入社員ならこれからは気をつけて頑張れとなるんでしょうが、私は違います。少しのプライドが邪魔をして、なんで私がと思ったり、そのくせ帰り道でスマップの曲を聴いてバスの中で涙を必死にこらえてる自分がいたり、いい年して素直になれない私にガツンと一言お願いしますっていう。
いや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 、まあねえ、プライドあっていいんじゃないですか。本当にあの経験を重ねたからこそ持てるプライドだと思いますし、きっとその仕事を続けてきた上での自信だと思うし、の上でのミスじゃない。うん。だから確かに悔しかったり、なんで今のタイミングで自分がミスしたんだろうってすごく嫌な気持ちになってるんだろうなと思うんですけど、素直になれないっていう、いや素直になってんじゃないですか、涙こらえてるわけだし、うん、素直にだってバスの中で泣きそうになってるわけでしょ。それ全く慣れてなかったらちょっと怖いんですけど、まあでも弱い自分とプライドバリバリの自分がなんかこう行ったり来たりして、結局バスの中で涙をこらえてるっていう答えになってるわけだし、ガツンと一言、まあ素直だよっていうことかな。十分。で、きっと今回のミスがものすごい大きな経験値になると思うし、それこそこの後に及んでのミスだったわけだから、すげえ経験になるんじゃないですか。と思いますので、ぜひぜひ今度はこらえないで、スマップのどの曲を聴いてそうなってんのかがちょっと僕はすごく気になるんですけど、今度はこらえないでそのまま流した方がすっきりすると思います。ぜひそちらでお願いします。 What's up, SMAP? 東京 FM キーステーションに全国38局ネットでお送りしている木村拓哉の What's up? 愛知県さやか31歳女性、キャプテンこんばんばん。私の主人は40歳目前にしてお尻のエロさに目覚めたというのです。主人曰く、今までは断然おっぱい派だったし、ケツなんてエロいともなんとも思わなかったけど、最近ケツが大好きと。これどういうことですか？拓哉キャプテンはおっぱい派ですか、お尻派ですか？派ではないですよね、あくまで。やっぱだっておっぱいってやっぱもう永久だよね。でお尻、これ歯ではなくて、お尻派おっぱい派ではなくて、やっぱおっぱいから入り口は入って、でこれね、さやかさんのご主人、これ全然すごく順序として素晴らしいと思いますよ。まずはだってやっぱ男性はおっぱいから入ってって、で、おっぱいの素晴らしさっていうのを分かって。で、次にやっぱお尻ですよね。でも全然これ、まあ、年とともに変わるっていうものでもないと思うんですよ。だからこう、男性が、まず女性のどこに目が行くか、その思春期の時。だってさ、小学校低学年同士の男の子、女の子って、多分女の子もチンチン意識してないし、男の子もおっぱい意識してないじゃん。ね。でもそこに体の変化が現れて、胸が膨らんできたっていうところは、非常にスイッチ入るところだと思うし、だから、これ全然、人としての順番としても合ってると思うし、まあ、正解不正解はないと思うんだけど、おかしくはないと思いますよ、全然。で、僕も、その歯ではなく、まあそうですね、おっぱいもお尻もいいですよね、やっぱり。最初はおっぱいばっかりこう、おっぱいっていうことだったとは思うんですけど、いろんな女性の部分に気づいていく生き物だと思うので、男って。いいですね。おっぱい派ですか？お尻派ですか？っていう、いいですよ。さあ、今日はお悩み紹介しましたが、まあ僕なんかでよかったら、いくらでも聞きますんで、それ医者に聞けよ
ってことでも、いいですよ、この際。この際聞いてください。答えられる範囲で答えさせていただきます。あとね、僕にガツンと言ってほしい人、僕が S スイッチを入れて、思いっきり言わせていただきます。言ってほしい言葉も、書いといてくれたら。うん、テラ級ド S なんで、どんどん送ってください。送り先は番組のウェブサイトからお願いします。東京 FM のトップページからワッツのページにジャンプして送ってください。木村拓哉のワッツアップスマップ。